です。お疲れ様です。500円、本当にすごい、やばい。ねえ、一杯だけ。え、これお金取られるの？餃子はダメです。もうこれ一杯だけでも。動物園前駅、御堂筋線、坂井筋線ね、の駅なんですけど、でこの前に、まあ、その飛田新地に行くための、その飛田本通りとか、まあ、動物園前商店街とか、はい、正式名称かな。で、まあ、この商店街、ちょっとね、今日はグルメ、夜の飯を食おうということで、また再び、ゲスト来てます。ね、これ、本物西成こいつ。ああ、よね、ありがとうございます。ちょっと気になったの、シュプリームのあのね、限定の、あの海外限定のやつよね。いいね、でも欲しいわ、その偽物でも。本物やったら14万です。だよね、だよね。はい。というわけで、あの西成クオリティを今日は、堪能しのしようということで、はい、歩いていきます。今日いいね。すごい、何飲んでも500円やって。これでもいいんじゃないですかね。ねこの辺はどっかお店行ったことあるんですか？うん、そんなにないかな、でも、まあ、中ちゃんとか。なんだろうね、これ、なるけど。で、まあ、よく行くんですけど、はい、この中ちゃんと。よく行くんですか？うん、よく行くよ。空いてるかな。あ、どうも。どこ行きましょうか。ここ行きます。はい。お疲れ様です。ああ。全然いいよ。いやいいよ。もう好きなお店です。本当。はいはいはい。おすすめの前行きだけど中入らんかったけど。はい。あ、そうそうそう。じゃあどうしようかな、さっきなんかその看板ってか表のやつで気になったのは500円で、はい、ああ、あったんですね。あの焼き鳥は今はないけどね。タンドリチ、タンドリチキン、あ、じゃあタンドリチキン寿司ではありました。あ、じゃあタンドリ、まあ、タンドリチキンと何があったっけ。タンドリチキンとあ、でもさ、はい、はい、すごい。いや、ここが、日本の日本料理の居酒屋あったり、アジア、インド、ネパール。そうです。すごい多国籍料理の居酒屋みたい。各種あるわけだ。はい。でもやっぱりその、基本的にはその
なんかいろいろネパールとかそのカレー系が強い、ね、カレーは種類が多いですね。やっぱどこのお店もなんか阪神の野球多いですよ ね、 ね、中ちゃんもそうだけど、あ、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、でもその一人で飲んでも大体楽しくなくてね、その YouTube 撮るとき。あ、こうやって二人で飲むってやっぱ安定だね、撮りやすいしね。結構うわすごい。でもこれで500円。そうです、本当にすごい、やばい。はい、ではというわけでごちそうさまでした。今日はありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。店はね、お昼12時から12時までずっとやってますね。あれは500のショットは3時から8時までやってますね。そうです、ドリンク付けであと8時までやってます。500円。はい、500円で。ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、失礼します。一杯だけ。はい、行こう。え、どこ座ってる？あ、ここ、じゃあここにしよう。好きなとこ座ったらやばい。あ、そうですよね。世代的に止まんないっちゃうかな。世代的に変わらない？いや、全然。生2つで。全然分かんない。全然やったわ。いや、始めたばっかなんで、もう、これからね。これからなんですよ。37人しかいないんですけど。これから増やしたらいい、ね。増やしたと思ってる。37人しかいないんですね。そうです。お金使って。今帰るお金とちょっとしかないです。ちょっと違う、なんか間違ったのかな。買ったらいい。なかったらこれ、買ってください。あれはアベラベ。あ、ジル。ジル。ジル。こっちもありますね。え、これお金取られるの？取らない。大丈夫。店はそんな。よかった。なんかお金。お菓子全部。いやいや、ゆきちが。あ、この2枚。あ。そういうところにこれ、いかに、気になるしちゃう。気になる、お金もない。なんか、そういう話題が出ないやろ、2人。餃子はダメです。もう、これ一杯だけでも。一つ大きいの食べたら、忘れられない。これじゃない。あ、そうです、そうです。ぼったくりとかね。あ、嘘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 。はい、おお、ちゃんとしてますね。はい、お疲れ様でした。今日もその飛び田商店街、動物園前商店街ですね。はい、いろいろ飲んできたわけですけど、まあ、いろんなストーリーがあって、居酒屋さんも、居酒屋というかそのスナックラウンジ系の、はい、居酒屋さんも行ったんですけど、ちゃんとね、した明朗会計ですかね、はい、でもまあ多分 YouTube 撮ってたからそういう感じになったと思うんですけど、今日もね、ありがとうございました。ありがとうございます。最後になんか一言。ぜひ西成は怖いところっていうより一回興味本位でもいいから来てもらったら楽しいところだと思います。お願いします。はい、はい、ありがとうございました。じゃあそれではまたね、来週よろしくお願いします。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、
悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。